っていう風に伝えてもらう。諦めなくなっちゃう。決めるの？決めるの？そうだよ。決めるの？多分愛、こちら愛を試す。ゼロ行く？行く。こういうこっちゃ。もう今日は絶対勝つもん。ちょっと様子見てくる、うん、行ってきます、うん、ほい、ほ
んなことが私にもあるんですね。いつもはですね、あの頼りにしてる誰かがいるんですけど、頼られてる側になるとやっぱり頑張れるみたいです。ということで、おねだりなしです。あ、おねアタックです。頑張らないとな。200とかな、乗せれてたら最高なんだけどな。よし、頑張ろう。ここだ。
ちょっとせずちゃんがゼロから足伸ばしてくれてるから、私は自分の負債をちょっと A タイプでちょこちょこと繰り返して少しでも傷を浅くする作戦に移行したいなと。足りるかな。でも私だったら1回勝負出るけどね。なんかこの流れ的には A タイプに行ってっていうのはちょっと1400枚使ってて A タイプにいて2人でプラスっていうのは結構違うと思うから、しずちゃん頼みすぎる。だからそれだったらマイナスだったとしても1回もしかしたら当たったらまくれるかもしれないっていう方にチャレンジした方がまだ気持ちいい感じではなると思う。一撃大、もし当たったらまくって、だからリゾルでもいいし、あ、もう一戦か、まあ、あの違う台でもいいし、多分でまくれないと思うんだよね。私また結局これ終わってもまたなんかやらない。もし上手いこと当たればあれだけど A タイプで。あー厳しいよね。1400倍を一応まくるという形で、多分ね私がまあちょっとしても、もしその間 A タイプで例えばさ1回もコーナー好きなかったとするじゃん、残り時間で。じゃ投資が結構かさんで何もなかったってなる。あはそっちの方がきついかなと思って、まあよくあるからさ。ちょっともう一回リゼロやろうかな。じゃあ3連敗はできない。ないよね。ない。しかもこう2回目で負けて1回目で負けて、もう次は勝つしかないから。あもうそれしか残ってない。ないですね。ちょっとこれを取り返すにやっぱりゼロしかないなと思うので。いいと思う。そういう貫く姿勢も大事だと思うから。相当いきましょう。私も自分の分ぐらいは自分で納得します。いいね、その心意気。いくぞ。かっこいいじゃん。あー下のパネルも開けれない。あ、あと1。あーもったいない。まだ分からん。すずちゃん1125枚。あでも1000枚オーバー。でも1000枚オーバーはもう素晴らしい。なんかもっとできたよこれ。これできた。いや1000枚は十分だ。だってしずちゃん自分の分プラスじゃない。プラス。もうなんかこうやってやるんだぞっていう500枚ぐらいプラスかな。お手本を見せてもらいました。頑張るわ。ありがとうしずちゃん、すごかったよ。言ってしまうんですか。でも私はやめるね。天井7007002回してるんで。いやもうあれを通せたのはすごかった。ちょっと違うのよ、私探してくるから。はい、頑張ってね。頑張って。オーケー。悪ゲーぶっ倒します。倒す。あれそんな人だったっけ。やってやる。頑張ってね。こんな台を探しに行こう。プラスはプラスなので、あとはランコロがの分をちょっとなんとかできるようにと、自分の出玉を減らさないように。でもこういうノーマルタイプ、まあ、ジャグラーとかなんですけど、そんな甘くないですからね。ジャグラーシリーズとマイジャグラーが圧倒的だ。ジャグラーが呼んでるのかな。でもやっぱそんな甘くないって知ってるんだ私。これだけお客さんがついてるってことはそういうことですもんね。この809がちょっとね、ここまでもう順調にこう来てたわけ。もうここで急に。でもレギュラー引けてるしね。ジャグラーを取った。ジャグラーってこのなんかちょっと800ハバリのこういう台好きなのよ私。はい、それじゃあですね、2台目、マイジャグラー4に移動してきました。朝一番のですね、お客様の動きを見ても結構ジャグラーに行かれるお客様が多いのと、あと前日前々日のデータ、秋台ではあるんですけど見たところ
か結構いいんじゃないかなって思うような台が複数あったので、だからまあ普段からジャグラー大切にしているのかなって、その中では前ジャグ方大切にしているホールさんなんじゃないかなっていうところで、今日もですねお客さんもしっかりついていますし、で合算めちゃくちゃ良くてボーナスもガンガン当たっている台が複数あるので、あとこの台ね1個前が結構ハマったんですよ。800以上ハマってて、で合算が一気に悪くなっちゃっているんですが、ちょっと巻き返しに期待をしこの台を打っていきたいと思います。で前日が、ビッグ28のレギュラー29、しっかりプラスで終えてる台です。スちゃんはもうさっきで余裕のプラスまで行ったので、あとは私がなんとか AT に入れるだけじゃダメ、もう本当にね完走させる勢いで頑張らないと、あのままでは終わらない。うちの安田らはやりますよ、なんたって白芸ぶっ倒すって言ってましたから大丈夫。よし、393ゲームノーマルですね、何も変わってないです。ビッグでビッグでビッグ、あれれ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 、レギュラーです、狙いましたね。まあまあまあいいでしょう、今のところビッグ4のレギュラー6です。オッケー、来ないな、ダンコロまだラッシュ一回もやってないですね。そっか、しんどいですね、それは大好きなリゼロとはいえでも、もうかわいそうだな。380まで来ましたけど、まだなんと天井がゼロです。100ゲーム以内のエンちゃんを夢見るのがジャグラーじゃないですか、やっぱり。あ、点止まった、いいアイコン、カップインがない、うわ、ああ97 98、うにゅうにゅうにゅうに、99 100、ポン、残念ながら100ゲーム以来の当たりは来ずと、あんまりにも前兆が来ないからピーカもなーピーカもなーと思いながらやってきた500ゲーム。使ってー、覗き込む作戦使います。ピエロの鼻コスコス作戦しますわ。レバーオーのタイミングをずらすという、ちょっとそれいきましょう。ちょっといただきました、こう行くと思ってこうみたいな、そういうことでしょ。すごい、800ハマる前までは機嫌よくポンポコポンポコ当たってたんですけどね、急に機嫌損ねちゃった。この前ジャグ4どうしたんだろう、嫌なことがあったのかな、悩みならいつでも私が聞きますよ、だから光らせて、ダメだ光らない、ラストゲームで勝った、クレジットゼロ。もうこの最終的なこのドラマ、もうこれ本当に最後のゲームだったんで、時間的にね、ここで光るなんてもうビッグでしょ。
と下皿2枚しかなかったから、まあ、ビッグでしょね、ね、そういうことですよね。リプレイです。お願い、ビッグ、やってくれてるはずです。お疲れ様でした。あ、いいの、これで勝てばいい話だから。ちょっと今投資しすぎて何枚目か分かんなくて、多分5枚目ですよね確か。大丈夫、もうこれでとりあえず当たったらもう投資のことなんて別にへっちゃらだっていうくらい出玉が出てくるはずだから分かった、応援してる。ちょっと天井いきそうですけどここで決めます。頑張って、ありがとう。もうね、許さん、このままじゃ許さん、もう許さん、こんなの帰れん、このままじゃ見てろよ、ハクゲ。どうやって倒すの、どうやって、ハクゲ、え、ハクゲどうやって倒すの、ランコロ古い、なんか古い、バツバツバツ3つつけてやるんだからバツバツバツって、あ、シャンシャンシャンって、うん、3つつけてやるよ。いよいよやってきましたよ怖くない、ハクゲなんて怖くない。かかったね、お待たせしました、皆様、769ゲーム投資が44本、白銀倒して私もプラスにして帰る。まくれるじゃん全然黄色ですか、あ、もうなんかもう白も見えなくなってきた目がかすむ、よしよしよし、ランコロ、はい、白芸勝つには強い気持ち、さっき見せてもらった先輩にお手本通りに、教えてもらった通りにいけるよ。私も行ってくる、今日の全てをここにぶつけてね、集大成だ。さあ白芸と決着をつける時が来たよ、やってやる、頑張れ、ナンパーでもいいよ、ナンパーだって大丈夫、お願い、あ、いいよ、ナンパーだって大丈夫。おー、かっこいい、行ってきます、行ってらっしゃい、お願い、すっげえ、私敵はたった3体だ、いけるぞ大丈夫、いけるよ、ヒルムだ、ヒルムだ、怖くない、全然怖くない、やばい、違う、それじゃないの、そうじゃないの、お願い、ここね、ここね、もう次は間違えないで、間違えないで、間違えないで、大丈夫、最後最後倒せばいいんだから、お願い、レムちゃん、レムちゃん頑張って、よかった、まずは1戦目なんでよかった、怖いわこっちまで、いけるよ、いける、大丈夫、やれる、よし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 、油断もするな、いや私思い出して、消滅の気になって何も怖くなかったから、怖くない、全然怖くない、全然怖くない、全く怖くない、よし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 、全然怖くないんだから、白ゲーム
さい、行きますよ。そんな、まさかこんなところで。負けない負けない。あ、ついに来た、ついに来た。本日初の参戦目。強い気持ちだよ、強い気持ち、強い気持ち、行ってきます。違う、さっき勉強したのと違う。さっき勉強したのと違う。伝わってる伝わってる。あ、強い気持ち。大丈夫大丈夫、レムちゃん真ん中ね。リカオロね、お願い。よし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 、本当にお願い。ワクワク揺れております。これは期待してもらっていいんじゃないかな。だよね、いい顔してるんで。じゃあ、まあ結果は私の方から行った方がいいかな、はい、ということで、リゼロを打ちました。ありがとうございました。で2回突破の方をしまして、で最後ちょっとだけジャグラーの状況も良さそうだったということでジャグラーも打ちました。結果的にですね、投資の方が700枚回収が1130枚ということでプラス430枚になりました。リベンジ成功、回り切りました。やりました。いや、これもね、リゼロ行こうって言ってくれたおかげもあるから。もうあの突破の仕方はもうスターでした。これです。すごかった。皆さんこれですからね。リゼロはそうだった。投資が、2250枚。使ってる。2250枚は使ってる。 あなたもだいぶ行きました。でも2250枚でしょ。まあまあ、あの乾燥してたら完璧だし、私が今430枚プラスなんで、まあ、2000枚ぐらいで大丈夫ってことですね、2人合わせて。そう、2000枚あればいけるですよ、うん、回収はい1420枚。足りてない。マイナス622枚でした。十分。あと54ゲームスタートです。こっからこっから。終了。1404枚。あとどうせはあるかな。なしと。ああ。こんだけ煽って足りてない。言いにくい。え、ってことは400枚ぐらい足りないのかな、2人で。いや、もう あと1枚。1240枚かなんかだもんね。で1400何枚でしょ、私が430枚プラスだから、マイナスの822枚
枚だったんで400枚足りない。すみませんでした。うわ、もう完璧にプラスの流れだったんだけどここがちょっと私たちのタッグの弱いところというかなんというかこういうとこあるんですよ。ということで今回も京都プロジェクトはまあ私たちに関しては失敗ということで、でも戦った感はありますよね。そうね、満足はしてるからこれもはやその分でプラスみたいなところはあるよね。一生懸命やったよね。気持ち悪い、もう書いた汗の量はもうね、もう勝ったみたいなもんでした。ペナコロ私はあ、ちょっと待って、新しいの出してきたよ、新しいの。本当は、2人ともプラスになると、はい、まあ、あの今日あの近くの、ね、お店のピエールに私たちで盛り上げに行こうみたいな感じだって、うん、買ったぜ、イエイ、食べに行こうっていうね。そうだったんですけども今回残念ながら2人合わせてマイナスということで、まあ、でも実質私はプラスでした。でランちゃんはマイナスだったというところで、私はその PR をさせていただけると、でランちゃんに関してはマイナスなので2連続マイナスだからちょっと裏方として、いやもうお仕事いただけるなんてありがたい限りです。元凶元凶、こんなね2連敗を喫してもなおまだ映していただけるんですか。あ、もう映る、映るかどうか分かんない、裏カメラの裏かもしれないけど。ということで、ご意見長さんがお店を紹介してくださるんですよね。はい、今回ご料理させていただきましたのは広島風からつけのガクさんのつけ麺になります。長かった、もう一回いいですか。広島風からつけ麺のガクさんです。広島風からつけ麺ガクさん、ガクさんです。え、デリバリーができるってことですよね。そうですね、お持ち帰りできますので。じゃあ普段から皆さんスタッフさんも食べてらっしゃるって感じなんですか。そう、僕は週1ぐらいで行ってます。週 1? え、何も好きなんですか。週2に作ってます。嘘なんだ。これ関西風のりですよ、これ広島風じゃないです、関西風ののりです。でも、え、結構じゃ辛いのがお好きな感じですか。僕は、僕結構辛いのがめっちゃ苦手で、うん、まあ、まあ、カレー屋さん行っても甘くしてるんですよ。え、じゃあなんで週1そこが辛口は食えるんですか。あ、じゃあ旨味かないのが結構ある感じなんですか。そうですね、辛口レベルももしかして選べる系ですか。そう、選べます、選べます。え、得意な方いるんですか。私は得意。あ、得意や。女性は結構ね、得意って言いますよね、辛いのに痛みに強いっていうから、うん、あ、じゃあ結構辛めで、私は辛めで、甘めで、甘めで、辛めで、辛めで、なんか強めの辛めでが、じゃあ結構なんかいけそうな感じですけど。無敵。え、無敵なんですか。辛さを感じた。辛さを感じたことから、どんなのか見てみたいんで、ちょっと持ってきてもらっていいですかね、お願いします。あら、あら、あ、今日も今回は当店を選んでいただきまして、あ、ありがとうございます。あ、本当にも、厚みは自信がありますので、ぜひ、砂田さんではぜひお召し上がりいただきたいなと。いいんですか。ぜひ、ありがとうございます。え、これはちょっと見せてもらっていいですか。え、じゃあこれちょっと、なんか違いをちょっとお願いします。これが普通のやつが皆さん初めて見ることで普通のやつで、まあ彼はいつも20辛を食いているので激辛の20辛ソース、彼だけ確かに上に22220って書いてますけど、つけます。え、普段から20ですか。はい、
これもできちゃうか。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まやさん、どうでした？え、美味しかったです。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。